すごい壁の音する。大丈夫だね。ちょっと風の音すんね。まあいいや。暑いな。ストリーマーセーフモード、これ嬉しいね。で、全員とデートして2日目のデータが、全員が2日目のデータになってるから、2日目終了になってるから、あと1人とデートすれば終わるんだけど、まあでもシークレット見に行きましょう。アマンダかわいい。でこれね、これをね、ある決まったキャラ造形にすると、あのジョゼフのシークレットが始まるそうで、私その元ネタの人のことね知らなかった。ミュージシャンなんだよね。全然存じ上げなくて。あれ、オーバル、これか。いや、こっちかな。あ、でもあんま違うか。これか。目元がよく見えない。まあいいや、作っていこう。で、目がワイド、鼻がローマ、口がチーズで、眉毛がウィザード、ひげがなし、メガネがパイロットグラス、ピアスなし、服がなんかバナナのこれかな。これ輪郭間違ってなければこれでいいと思うんだけど、ちょっと音を聞いてみないと。うん、これね、あの男性主人公でシングルファーザーを、あの恋愛で落とすっていうゲームなのね。うんと、これあれで、なんだっけ、ジミー・バフェット、ミュージシャンの人らしいんだけど、あ、音鳴った、鳴ったね。大丈夫だね。じゃあシークレットモード始めよう。お、スキップ機能、エンディングまでスキップできますよ。何のことやら分からない人は気にしないで。パワーの服や髪型を少しじって名前も変えてゲーム本編を進めてください。これね、このキャラクター、このミュージシャンの外見と名前でプレイするとなんかね、あれなんだって、面白いシナリオが出てくるんだって。もともとこれに出てくるジョセフっていうキャラクターのあのシナリオをやると、マルガリータゾーン、南国の島でマルガリータを飲むだけのあの自由な時間に逃げ出したいねっていう話をするんだけど、それに関するシークレットみたい。
なんかね、面白いらしい、このシナリオ。ジョゼフのシナリオね、いろいろあれだったから。おう。めちゃめちゃ警告出るね。大丈夫。うん。うんうん。ホラー映画の大ファンだったっていうのはね、わかる。ゲームやってると。いっぱいホラー映画のネタが出てきて、面白かった。シャイニングとか。シャイニングネタすごいいっぱい出てくるの。面白い。一部のプレイヤーがゲームファイルから古いバージョンを掘り起こしてしまいました。ほんとか？うんうん。このエンディングがコンセプトとして破綻していることは否めません。うん、これはパラレルワールド。積極的に探し出そうとしない限りアクセスできないようにされたルートです。いいよ、行くよ。ちょっとドキドキ。怖いらしいってことだけ聞いた。あ、え、メアリーがいなくなる？何？なんで？メアリーっていうのがジョゼフの奥さんなんだけど、え、なんでメアリーいなくなるの？え？え？え、オブリー？あ、オブリー？なにこれ？なん？え、もう閉じ込められてるっていう？ここにさ、あの卑猥なマーク書いてね。ここ見て、ここ。ここ。何の穴？怖い。トワイライトルーシ。あ、ジョゼフだ。この喋り方。信用はしてないよとか。え、なんかおかしい。ジョゼフがこの人いつもあのね、ピンクのシャツにブルーのセーターをさ、あのプロデューサー巻きしてるんだよ。そういうね、珍妙な服なんだよ。怖い。あ、こういうね、趣味はあるかもしれない。あのね、牧師さんなんだけど、結構下ネタをいっぱい言うし、みんなで美術館に絵を見に行ってもケツにしか見えないとか言うの、この人。そう、プロデューサー巻きって言うんだよ。え、どうしたの？ジョゼフ。昨夜はお楽しみでしたね。クジラ怖かった。あのね、ジョゼフとデートするとヨットてかボートね、クルーザーに乗って海に出てくんだけど、クジラがそばにいるんだよね。で、クジラが怖いって言うんだ、プレイヤーが。あ、これじゃあ、あのエンディングっていうかデートの後なんだ。デートの後で、エピローグの直前かな？もちろんあの、クルーザーの中で、あの、選択肢を受け入れると、あの、セックスして、あの、終わりっていうか、エンジンが壊れちゃうから、一晩過ごすのね。で、あの、なんだ？海上自衛隊、アメリカの。あれを呼んで、あの、港まで引っ張ってもらうの。え？何この人？
まあそれはちょっと思った。他の攻略対象はみんなシングルファーザーなんだけど、この人奥さんがいるのね。結構シナリオ上それはまずいんじゃないのって、あの選択肢ばっかりだった。だから突っ込みながら遊んでたんだけど、ほんまやぞ、罪深い。入れ墨見た、腕にね、なんかね、海の男の入れ墨があるんだよね。うん、メアリーね、めっちゃお酒飲むからね。え？何言ってんの？え、宇宙とか言い出したよ。何こいつ、嫌なやつ。あなたのちっぽけな夢とか言って、セックスダンジョン？あるのかい、このおっちゃんにかい。いいのか、実名出して本当にいる人だよ。いやだってそういうことしそうな人なんだもん、本当にジョセフって。え？何言ってんの？え？袋小路、ここの建設したのは別のシングルファーザーにブライアンって人がいるんだけど、赤毛のブライアンとブライアンのお父さんなんだよ。え？お父さんが死んだ後ブライアンが継いだって言ってた。え、ちょっと何言ってるかわかんないです。マルガリータゾーン、え、だってマルガリータゾーンってさ、もっと南国なんじゃないの？それはチラッと思った。奥さんの話してくれた人何人かいるんだけど、この人以外みんなシングルファーザーなのね。奥さんの話してくれた人は2人ぐらいいるけど、病気で亡くなってる。まあね、結婚適齢のあるシングルファーザーがいる街はないわね。確かにみんな子供可愛がってて、うん。え？何言ってんのジョセフ？何言ってんの本当に。宇宙とか言って。何ジョゼフ、嫌なやつ丸出しじゃん。
何言ってるのかな、この人。まあ、うん、みんなとデートしたよ。3回デートすると肉体関係を持ったり持たなかったりして、でエンディングっていうゲームだから、今全員と2回デートして、ちょっとあかんちょっといろんな人にこんなかけすぎてるけど、うん、ヨナ、ヨナってあのクジラに飲まれた人かな、わかんない、なんか聖書に出てくるやつ、旧約に。突っ込んだのは首だけかなって。そうだね、仮首だね。これ選択肢で何か変わる？どうしよう。アマンダってのは娘ね、プレイヤーの。すごい可愛いの。いい子なの。男性なんだ。RPG なんだ。アマンダに手を出したら殺す。ロバート？あ、どうしよう。あのね、私最初にロバートって人、お前もそうだって、そうだよね、一番外人っぽいなと思って、選んだ。ロバートをね、一番最初に、攻略しちゃったんだよね、私。で、次にジョゼフを攻略したんだけど、ちょっとまずい順番だった。シナリオ展開上、ちょっとね、ロバートがジョゼフとも関係があったから、ジョゼフとね、海に出る直前にね、ロバートに怒られた。お前ら二人とも最低だって。はい、そうですって感じだったけど。ロバートのこと殺すの？ダメだよ、あいついいやつなんだよ。最悪だよ、ジョゼフ。あ、メアリー。メアリー大丈夫か？危ないぞ。メアリー作中だといつもお酒飲んでて、意地悪言う人なんだけど、でもね、なんて言うんだかな、遊んでるとね、この人嫌な人じゃないってわかるのよね。ジョゼフとの仲がうまくいってないだけだった、本編だと。あら、でもまあ新入りにさ、必ずジョゼフさ手つけるからな。うん、こっちもね、メアリーが悪い人だと全然思えないんだよね。知ってたんだ、何かジョゼフがしてること。あ、そうだ、ロバートにナイフもらった。これデートシミュレーターなんだよ。これシークレットなんだ。
最初に作ったキャラクターじゃないとこのシナリオが解放されないみたい。全然あのこういう雰囲気のやつじゃないよ本編は。え、ジョセフね、4人も子供いるんだよ。子だくさんだなと思ってた。ちっちゃい子もいるしさ。だからメアリーと仲がね急激に悪化したのかなと思ったんだよね、本編やってたら。え、どんぐらいさまよってたんだ。あ、お家、これ自宅。あ、何？何もかも夢だったの？いつも通り？エマ R だよ。 P じゃなくて幼馴染の方はエマ R。 ん？クロスワードパズル、ワードジャンブルだよ。アマンダが、戻ってきちゃった。助けて、アマンダに会いたい。縄抜けの名人なんですよ、実は私。ロープなんかにはちょっと自信がある。この人を設定で、あの、海の男、船員になりたくて、あの、若い頃はいろいろ放浪してたっていう話。で、最終的にここの牧師さんになるんだけど、今でも海の男になりたいってね、言うんだよね。あー、メアリーのこと言っちゃうのかい。うん、何気にムキムキだからね、ジョセフ。まあ激しいんだよ、ジョゼフ。アマンダに会いたい。お前やぞ。刺されても仕方ないよ、ジョゼフ。クリス来ちゃダメ。クリスの目がおかしい。あら、双子の目もおかしい。
なんで目が真っ黒なの？なんだ。ああ、そう。そうなんだよね。ヨットのね、エンジンが壊れちゃうんだよね。で、海の上でね、一晩過ごすんだけど。おお、教会の式。おお、初めて見る人が。子供に食べられちゃったのかと思った。ジョゼフが。ジョゼフの子供もね。別にシャイニングのね、不気味な双子ごっこをしてるだけでね、普通の子供なんだよ。お、シリス探偵、アメリカによくいるやつ。え、恋をしろって、待って、そのアドバイスはちょっと何？え、これで終わりなんだ、シークレットエンディング。確かにジョゼフって、ジョゼフを攻略する本編のシナリオをやった時に、なんかいまいちこの人信頼できなくないって感じのまま終わるんだよね。あとエンディングも、一晩過ごして帰ってくるんだけど、エピローグで、やっぱり妻と一緒にいるってね、言うんだよね、ジョゼフ。で、他の人のシナリオをやると、メアリーを、大事にするエンディングでよかったなと思うんだよ。でもジョゼフ本人のシナリオだといまいちピンとこないのね。そもそもなんで海の男になりたがってたのにこの町に住み着いて牧師をやってるのかっていう疑問もね、本編ではいまいち明らかにならない。だから多分こういう裏設定みたいなのがあったんだね、多分ね。でもなんかいまいち合わないからボツにしてたんだね。でもこれは怖すぎる。ちょっとみんなの奥さんをジョゼフが殺したみたいなのはちょっといくらなんでもやりすぎ。
ジョゼフのシナリオで出てくる下ネタがね、一番きつかった。船に名前つけるんだけど、日本語訳だと何だったかな。ジョゼフの3日目のシナリオ見ようか。見ます？激しいよ。私はちょっと恥ずかしくて耐えられるかどうかわからない。ほんとね、ジョゼフだから初めの方だな。あー、ロバートでしょこれ。ロバートデート1。ちょっと待ってね。ジョゼフの3日目だけ見ようかね。じゃあジミーじゃなくて、ここのエピローグ直前のダットブックからかな。これセーブデータね、スロット選べないな。保存をね、選ぶとどんどんこうスタックしないでこう増えていくのね。 Facebook ならぬダットブック、ここにね、あのデート回数が出てて、3回デートするとなんだろう、警告が出るんだよね。本気かって、この人でいいのかってなるの。何に興奮する？愛妻、大嘘つきがって感じだから。では3度目のデートが意味することは分かるねって言われるので、このデータはね、ロバートともあのいい仲になっちゃってるので、よう、でもね、これね、メアリーがバーで飲んでて、あのジョゼフとデートしてるプレイヤーにね絡んでくるってわけじゃないんだよね。あの、同じバーにいるとね、会話が発生するんだよね。そこでね、メアリーに、あの、直接、ごめんねって、あなたに悪意があるわけじゃないんですってね、素直に言うとね、メアリーもハッとしてね、自分もそうだって言うんだよね。あの、別にあなたに悪意がないって言って、ごめんねって言ってね、バーから出てくの。っていうね、あの、やりとりがあるのに、3日目になると、プレイヤーはね、なんていうの？こうやってね、自己正当化してね、ジョゼフとの関係を進めようとするんだよね。すごくね、ちょっと、強引なんだよ、シナリオが。よっと。ローさん、名字はね、ラシャンスだよ。ワンコは最高。親父ギャング。チラッと
ットとかヒョットとか翻訳楽しい。会話がね、あの娘との会話がすごくね面白いんだよね。でロバートともイチャイチャした状態でジョゼフを選ぶとロバートが出てくるのね。この人はね嘘ばっかり言うし飲んだくれてるけどすごくいい人なのね。本当はちょっと娘さんとの関係がうまくいってなくて、なんだろうね、人生に疲れてるだけで、メアリーと仲良し。怒っているのかって当たり前でしょうよ。どう考えたって、そもそもあのもうここの関係ぐちゃぐちゃなんだよ本当に。ねえ、友達同士ですることじゃないなとは思いますけどね。家族でヨット乗るならともかくね。そうなのよね、あのロバートはジョゼフにやり捨てされてるんだよ。ドーバーの幽霊っていうのはね、これはね心霊スポットの話なんだけど、ただのなんかあれだな、シークレット見た後だと本当にそうだなと思う。これね、クズ同士お似合いってね、役なんだけどね、あのクズとは言ってないんだよね、実際にはひどいって言ってて、うん、オーフォーって言ってんだよね。ひどいだね、うん。からね、能天気な雰囲気で話が進むんだけどね、だいぶ強引なんだよね、うん、そう、オーフォーなのだから、ひどい、うん、まあ、クズって訳しちゃうとちょっと意味が偏っちゃうかな。ロバートはだから主人公とプレイヤーと、ジョゼフの2人に捨てられた状態。ロバートからすると捨てられた上に自分の親友メアリーに対してもひどいことしてるわけだ、この二人は。父からってだって、うん、怖いんだけど、シークレット見た後でこれやると。うん、これね、プレイヤーのモノローグとかもね、突っ込みたくなるようなあれなんだよね、強引さなの。ね、ほら、こんな格好よ、普段ジョゼフ、プロデューサーマッキー。あ、あとね、プレイヤー手フェチなんだよね。うん、そう。ロバートもとデートした時も手が意外と綺麗だっていうことをね言うんだよね。
石田純一やめて笑っちゃう石田純一の方が多分いい人だと思う。大丈夫だ、問題ないって、問題だらけだよ。海は綺麗なんだけどね、雰囲気はもう最高ですよ。え、注文の料理店みたいだな。これ何選べばいいんだっけな。任せろ。勢いよく脱ぐ。あの、選択肢が大当たりだとナスが飛びます。そう、ナス、ナスだし、なんか汁が飛ぶ。クジラ、クジラ、旧約聖書にクジラに飲み込まれて生き延びた人って出てくるよね。うん、ここで奥さんの話。そう、なんかね、プレイヤーね、クジラ怖いんだって。さっきもね、クジラが怖いんだろうってシークレットで意地悪言ってたよね、ジョゼフ。うん、あ、そうだ、うん、彼らしいですねって。悪いのはジョゼフでしょどう考えても。うん、まだやってないよ。メアリーのせいにすんな。メアリーはすごい善人だよ。うん、そもそも4人子供いるんだよ、メアリーとの間に。でもシークレット見ると、あの、何か信仰してるもののために子供を器として作ったってことになるよね。怖かったね、あのシークレット。ロバートね、うん、苦しんでるからね。いや、二人してロバート悪いことにすんなよ、本当に。これね、メアリーが悪い人だと思ってないと成り立たないんだよね、このセリフ。でもね、メアリー悪い人じゃないってね、なんとなくわかるんだよね。本当にメアリーのせいにするのはずるいのね。いるか、なんかとんでもないこと言うんだよね。まあイルカはそうなんだけど、うん、イルカが攻めてきたぞ。うん、ナスが飛ぶ。
雰囲気はバッチリなんだけどね。足元にはクジラ。海にはクジラより危険な生物が5万といますよ。いや、これがもうね、全然そういう風に思えないんだよね。ジョゼフが不運だと思えないし、全然。メアリーね、いい人なんだよ。他のね、ダミアンってね、ゴシックな格好してる人のねシナリオをやるとわかるんだけど、すごくメアリーは愛情深い人でね、子供とか動物の世話をすごくね甲斐しくやる人なのね。だからね、すごくね、このもっと幸せになるべきだっていうのはね強引すぎる。そもそも既婚者だってね。え、クジラに乗れ。ラジオね、うん、ここでね意味不明なミニゲーム入るんだよね。見てこれ、コンドーム。どうしろっつうんだよ、アヒルちゃん。どうしろっつうんだよ。これ何回かやったけど、どうやったら正解なのかわかんない。冒険野郎マクガイバーね。うーん、これどうやるんだろう。つながっちゃった。ほんとだよ。アヒルちゃんがかわいい。これなんかね、全く部品を動かさないでぼーっとしててもね終わるの。さっきのミニゲーム自然にね電源入るの。それもねなんか怪しい。他のミニゲーム一応ちゃんと目的あるもん。変なの。もしもし。ワインは断らない。またなす。すごいでかいデッキが。これクジラ書いてあるね、灯台と。ちょっと調べてみるか。まあ60年代のものだからね。ピンクのポロシャツ。ここで寝起きしてる。
調べる。これがね、写真がね、この攻略対象とみんなと写真撮った写真がね、ロバートが写ってて、でこの多分この時ロバートが着てるセーターっていうのが、あのジョゼフのセーターなのかな。これしか出てこないんだよね、セーターのこと。だから昔、もてあそばれていた頃のロバートだね。スケベボンか。これ変わった時代の十字架としか出てこないけど、なんかあれだよね、不穏だよね。トワイライトルージュ、でワインを持って戻る。クールな牧師。全力で飲もう。めちゃめちゃ注ぐよ。ナス飛んだ。ワインはそりゃぶどうだよ。キリストジョーク。これ、ホゲイ。これ言語だとなんて言ってんだろう。ちょっと待ってね。ホゲイちょっとウケる。つまった。ジョゼフの民家。これ捕鯨なんて言ってんだろうね。はぁ、 I bet we'll have a whale of time、なるほどね。捕鯨これちょっとうますぎない？翻訳これね、潮吹き丸、海の男専用、長くて硬いボート、くたばれクジラも。これあの海の男専用はさ、日本語の訳見るとこれチンコだなってわかるじゃん。これね、ねちょっと言いにくいな。言語だとロング、ハード、アンドフルオブシーマン。だから海の男でいっぱいなんだけど、これシーマンと、シーメンがダジャレになってて、だから、性器のことだね。チンコじゃなくて、チンコから出るものになってるね。だから、言語の方がすごいしわ、なんていうの？下ネタが際どい。本当に。潮吹き丸は大体一緒。ソルティースワローだから。ね、そう。シーマンと、あれをかけてるわけ。
大喜びしてるよこいつ下ネタで本当にろくでもないやつだよね。ホゲイ官能小説。そうだ、これ官能小説の話なんだけど、主人公は法にも愛にもスペインの秘密の恋人にも縛られないって書いてあるわけね。スペインの秘密の恋人ってね、これほあれだわ、ロバートのことだわ。後でわかることだけど、うん、これね、小説の話してるけどね、ロバートって若い頃スペインで放浪しててね、そこでね、料理とかしてたの。うん。あ、なんかね、ゾーンとか言い出した。これシークレットやってからやると不穏すぎる。うん、うん、本当に、あ、そっか、この会話を見てジミー・バフェットをキャラクタークリエイトすると、あのクエストにシークレットに行けたってことか。なるほどね。でも本当は悪魔信仰してるんだね。そうだ、カッパを迎えるとカッパを迎え撃つ。まあ離婚 しなさいっていう話をしてるけど、どうかな。沿岸警備隊に全部聞かれてた。幸せはっていうかね、メアリーはこのメープルベイっていう町に一軒あるバーでいつも飲んだくれて、あの割と見境なくね、男の人に声かけてんだよねっていう風に描かれてるんだけど、うん、今すぐ助けに来てほしいんだけど。読めないですね、とてもじゃないけど、恥ずかしくて。普通にチンチンがって言ってくれた方が全然恥ずかしくないのに。いや、仮にもね、子持ちの代の男をね、
お姫様抱っこでね、部屋に連れて行けるわけがない。これね、攻略対象何人もいるんだけど、性描写がある人っていうのはそんなにいなくて、一番激しいのがジョゼフなの。実際。一番露骨かな？まあ、朝チューンだけどね。でも無理。やっと助け出された。マンダかわいい。悪いことしてきました。そうそう、デートすると、こうやってデートのランキングが出るんだよね。で、3回目のデートが終わったからエンディング。そう、謎ポイントがね出てくんの。アマンダはもう18歳、高校卒業して遠くの学校に行ってしまう。エンディングは誰とデートしてもほとんど共通で、流れはアマンダに、卒業プレゼントで、心霊ドラマの DVD をプレゼントする。で、サプライズパーティー。これ攻略対象全員なんだけど、特に並び順に意味はないかな。で、サプライズパーティーをして、あ、パブロだ。パブロはね、いいやつなんだ。ライブハウスとかイベントで T シャツ売ってんの。そうそう、横断幕ちゃんと日本語。これ言語切り替えるとね、一時ダウンロード始まるからね。やっぱりメアリーね、これ潮展開なんだけど、他のシナリオだと、メアリーすごくね、いい人でね、最後の挨拶の時にね、アマンダとの会話が発生するんだよね。
ブライアン。ブライアンの娘のデイジー。すごい賢くて飛び級してんだこの子。でこれは主人公のなんだろう、大学時代の友達、古い友達。この人のシナリオもなかなか面白いんだけど、面白いというか面白い。双子の子供、シークレット、ジョゼフのシークレットやると、これまでに何組の夫婦を、夫婦関係を破綻させてきたと思うみたいなこと言うんだけど、それ多分クレイグのことなんだよね。奥さんとね別居しててね、子供たちが時々、時々っていうかね、交代で面倒見てる。これはアマンダの学校の先生。この人いい人なの。隠れプロレスオタクなの。アマンダかわいい。ロバートちゃんとパーティーに出てくれるんだね。気まずそうだけど、この人はバリスタ、カフェやってんの。この人超いい人なの、ダミアン。裏切りのオレガン事件。ダミアンのクエストがすごい重要って言えば重要で、私いきなりロバートとジョゼフ攻略しちゃったから、先にダミアンをやるべきだった。メアリーのことをね誤解するプレイヤーも結構多いと思う。ダミアンで全部明らかになるから。ジョゼフがもう、ね、これどういう風にねプレイしても絶対ジョゼフはメアリーと別れないの。これね、本編はねこれでいいのよ。メアリーがねいい人なの、本当に。メアリー悪くないので、彼をね浮気に引きずり込んだのはプレイヤーだから、プレイヤーと沿岸警備隊だから。まあジョゼフ随分あれだよね、身勝手なんだけど、まあこれはいいのよ別に。こんな結末を避ける道はあったのかっていうか、まあなんだろう、浮気する時ってのはあれなんじゃないの、理性が働かないんじゃないのみたいな
シナリオなんだよね。あのジョゼフの3日目のシナリオ。だから本気でジョゼフを攻略しようと思ってた人はがっかりすると思うよ、このエンディング。他の流れはね、一緒なの。うん、アマンダが写真くれるの。友達。チームローソン。で、エンディング。エンディング、これシークレットと同じなの。クレジットは一番最後だけ違う。一番最後に写真立てが出て終わりということです。これジョゼフ最初に攻略した人、ああそうなのか、ヨナって。なるほどね。あのね、悔い改めたのはいいんだよ、うん、プレイヤーが悪いから、あのジョゼフをね、無理無理誘惑して、誘惑に乗ってあのセックスしてるから、本当に股間盛り上がってるね、このジョゼフ。これね、デートを終わらせるとギャラリーに一番最後のイラストがあの追加されてくのね。で、これ全員攻略すると全員分出るんだけど、これロバート、あのデートの前にお前ら二人とも最低だよって言いに来た人ね。ワンコ一緒にいるじゃん。このね、ワンコつながりなんだよね。ダミアンのはね、お墓なんだけど、ロバートとダミアンと、それからジョゼフの奥さんのメアリーはね、ワンコつながりで仲良しなのね。動物が好きで、動物のためのボランティア団体とかで、あの働いてんの。で、それが分かるのはこのダミアンを攻略すると分かるのね。だからダミアンのシナリオを先にやってた方が、あのメアリーが本当はすごくいい人だって分かるの。先にね、ロバートとジョゼフをやっちゃったもんだから、私はあのね、割と内容がギスギスしてた。そうだった、そうだ。で、ロバートと初日に行きずりの関係を持てるらしいんだけど、それ見たことないんだよね、私。だからね、どうやったらいいのか。初日にバーに行けばいいみたいなんだよね。ニューハウスからかな。ちっちゃい頃のアマンダ、かわいい、かわいい。
アマンダがすごい可愛いの。まあ普通のデートシミュレーションなんだけど、普通じゃないシナリオが何人かいて、普通じゃないっていうかね、まあ代表的なのがジョゼフですね。シークレット怖かった。でもあれをうまくゲームに組み込んでもありだと思うけどね。怖すぎたね。本編はすごい明るくて、なんだろう、子育てにそんなに悩んでないっていうかね、大変だねっていう話をねみんなで分かち合うみたいな感じ。あ、これ、公園に行ってみるか。犬を探しに行こう。選択肢もね、相手の好きな答えを選ぶと好感度が上がるっていうごく普通のやつね。逆に全く相手にそぐわないことを言うと好感度が下がるっていうごく普通のシステム。なんか怪しいとか言って、あ、フリスビーかこれ。犬、マクスウェルっていう犬。これはブライアンのワンカ。ブライアン、あ、ナス飛んだ。犬は可愛い。あ、そうだった、ミニゲームあるんだった、忘れてた。ブライアンとポケモンみたいなミニゲームが。自慢大会もできるよ。すごいね、デイジーが賢くて飛び級しててね、社会奉仕活動もしててね、すごい絵に描いたようなね、アメリカのいい子って感じ。これって喫茶店に行っていいのかな。喫茶店に行くとロバートに会っちゃうのかな。ロバートに会うけど何にも起こんないと思うけどな。マットがやってるカフェに行くのかな。何人いるっけ、攻略対象。7人攻略対象いるね。性描写あるの半分ぐらいかな、3人か4人かな。すごくね、プレイヤーがね、なんか変な性格でね、アマンダとの会話がちょっと面白い、マットのお店。マット、この人も攻略対象で、この人とのシナリオはねすっごい爽やか。喫
寿司あったかどうかもわかんない。あ、でも2人でマリファナを吸うことになる。マリファナじゃないんだけど、オレガノなんだけど。そう、草なの。これね、コーヒー、ブラックエンペラー。うん、音楽が好きで音楽の話がいっぱい出てくる。マットはジョゼフは本が好きで、スティーブン・キングの話が出てくる。で、ロバートが映画がすごい好き。マットの子供も可愛い。バナナブレッド。バナナブレッド美味しいもんね。うん。知的生産活動。頭使うとお腹すくからね。イエー。バンド名デッド・ケネディーズが元ネタで、これはグレートフル・デッド。ライトセットなんとかはね、私は知らなくてね、うん、芸術的だよって言われた。ベイビー、こんな謙遜してるけどね、マットね、プロのミュージシャンだったの。本当にちょっと今はね、ハートが傷ついて舞台に立てないんだけど、そう、カフェにね、ロバートがいます。新入りが来るとね、こうチェックしてんだ、ロバートは。バナナケーキ美味しい美味しいってな、しょっちゅう焼いてるからね、私。バナナケーキ美味しいんだよね。なんか飽きないで焼いてる。あ、でもね、コアントロを入れるようになったのはね、テケさんがね、グランマニエ使ってたからね、そういや、うちにコアントロあるなと思って入れたらね、なんかラムより気に入っちゃった。前はラム入れてたんだ。出てきた、ジョゼフ初登場。この人ね、いきなりね、お宅に突撃してくるのよ。いやらしい男ね。しかも食べ物を持ってくる。うん、オレンジキュラソー美味しいよね。なんかね、ボルスのね、オレンジキュラソーを酒屋さんに買いに行ったらね、結局コアントロと200円ぐらいしか違わないやと思って、コアントロもう一本買ってきた。まだあるのに。飲むし、お菓子にも入れるからいいかなと思って。
きなりね、食べ物を持ってね、こうやってね。新入りのお宅に来るんだよ、この怪しい男は。そもそもこのプロデューサー巻きが怪しい。これ冒頭で奥さんを選んでも夫を選んでも今のダイアログが夫のままなのは変わらない。こうやってね、わざわざねやり直す男なんだジョゼフが。ほら、宗教勧誘だ。信用しない。いきなり食べ物を持ってきて、取り入って、明日教会に来ない？なんて、怪しいやつでしかないじゃん。これがジョゼフンち。一番上の子はあのシークレットに出てたクリス。あとこの双子ね。ね、目が普通でしょ。黒い目のさ、子供ってさ、アメリカの都市伝説だよね。確か。昔の、大昔の映画でさ、なんだっけ、ど忘れしちゃった。光る目っていうね、ホラー映画があったんだよね。あれがね、あのある町で一斉に住人がね気絶した後、女性がみんな妊娠してて、その時生まれた子供がみんな金髪で目が変わってる子供たちだったっていうねホラー映画があるんだけどね、あれが元ネタだよね。死んだ魚のような目。本編だけやるとね、あの明るい話で終わるけど、シークレットやると本当はそういうね、地下に危ない宗教施設持ってたって話だったんだなってわかるね。だから本編だけやってるとね、なんとなくジョゼフ怪しいんだよね。明かされないまま終わるけど、これクレイグね。可愛い赤ちゃん、これリバーっていうの、女の子、ムキムキ。そう、カリフォルニア、スマッシュリー、クレイグともね、中を進めていくとね、性描写あるね。そもそもね、初日にね、あのキスするからね、古い友人だからね。
他の人だと全然そういうの3日目までない。クレイグのシナリオはね、すごい一緒にいるとね、女の人に言い寄られるんだよね。だからね、なんだろう、このゲーム別に男が好きかどうかとか、そういう性嗜好の話は一切なくて、全員がノンバイナリーっていうか、それで当たり前みたいな感じなのね。そうなんだけど、クレイグのシナリオの時だけ性的に全く興味がない人から言い寄られるっていうのが、いかに迷惑かっていう、なんだろう、書き方、そういう描写があるんだよね。何回も出てくる。またね、最初の1個はね、残念でした。なの、桜チルナの。あ、まだ写真やりたいんだよね。あ、そうだ、これかな、夜の。外に出かければいいのかな。資金洗浄。夜のスポーツ。面白いんだよね、このゲーム。男性が、ストレートの男性が遊んで面白いかどうかは人それぞれだと思う。性描写があると無理って人はちょっと難しいかな。でもね、爽やかなシナリオも大量にあります。あった、バーだ。多分ここにロバートがいる。おビール。ニールじゃないか。誰だ、ジムとキムって。メアリー。アル中になっちゃうな。玉遊びが上手な男の人。玉遊び。メアリーあんま飲むな。あんま飲むな。ロバートいた。あら。あら。
こちらのお客様からですってやつね。ショットってん？そう、ジムもキムもいない。もしかしてジョセフに殺されたんじゃ。ショットってメジャーカップ1杯分じゃないの？イケメンですね。ロバートはいい人なんだけどね。化粧？袋小路に住んでんだよ。まあ何人かはって言ってるけど。やらないかって言われてる。これでロバートにホイホイついていっちゃうと、ロバートのシナリオのフラグが折れるみたいで、どうしてもうまくいかないらしい。私はうまくいくシナリオしか見てないからね。かっこよく答えるって、なんて言うの？あ、ついてっちゃった。ホイホイついてっちゃった。あ、ベッドルーム初めて見た。よかったって。ロバートね、あれなんだよね、すごい自己嫌悪タイプなので、人肌を欲してるくせにね、セックスするとね、相手にね、なんか自分を投影して嫌になっちゃうんだよね。だからロバートのシナリオを進めるときは、最後の一線は越えさせないようにしてるとうまくいく。って言っても3日目に1回しかそういうシーンは出てこないかな。これで大体全部シナリオ見たな。シークレット怖かった。それに比べるとあれだな、ロバートにお尻を掴まれるのはそんなにきつくなかった。
いいゲームなんだけどね、これジョゼフが不穏すぎる。どうしようかな。全部見た。ロバートの3日目見る？いいゲームだしね。今 Steam でセール中ですわよ。子育ての方がね、子育てパートがすごい楽しい。可愛いの子供。アマンダすごいいい子でね。今471円だね、ドリームダディ。うん。これはまあ、なんだろう、どういうゲームかって言われると、まあデートシミュレーターだけど、うん、基本攻略対象の男性が801円とかじゃなくて、うん、でも 69% 引きだよ。全員子持ちだから、なんていうの、みんな成熟した男性で、で伴侶とか子供をなんていうの、愛してる成熟した男性だね。そうやってなんていうのかな、ケアする相手がいるってだけで、なんていうの、みんないい人なので、本当に若い男の子で恋人とか家族とか持ってない人はなんか難しい、うん、女もそうだけど、うん、未熟だとあんまりどうしようもないからね。うん、そういう意味で、あれだね、うん、ゲーム名がドリームダディだけど、成熟した、なんだろうね、他人、人を愛することを知ってる男性が攻略対象っていうゲームだね。うん、ベガ先生、ヒューゴね。この人も攻略対象。この人いい人なんだよ。プオタだし。うん、シナリオ良かった。攻略対象、それぞれね、全員が傷があるっていうよりも、伴侶がいると、もっと人生を過ごしやすいっていう人だね。一番伴侶を求めてるのはロバート、どう考えても。うん、だからロバートが一番ね、孤独で、孤独に悩んでる人だね。娘さんがいるんだけど、もう大きい娘さんで、離れたとこで暮らしてて、すごいね、彼女がね、メアリーにそっくり。これね、メアリーもね、すごく愛情深い人だからね。だから、バーで男あさりしてる女だってしか、こう、見れないと、シナリオを楽しめない。メアリーはね、あり余る愛情でね、彼女もやっぱり、愛を与える人が欲しくて悩んでるのね。ジョゼフとうまくいかないから。
そういう話。ヒューモの悩みはね、息子だね。息子がちょっとね、元気が有り余ってて、よそのお宅に放火しようとする。ちょっとダメだな、これ犯罪だな。でね、あの本人もね、アマンダのあの悩みを聞き出せなくて悩んだりするプレイヤーも。でもアマンダすごい可愛いから、めっちゃ可愛い。私あのアマンダ育てたくてこのゲーム買った。誰一番好きかって言われるとダミアンだな。ダミアン超好き。ダミアンすごい人なの。けったいな格好してるけど。爽やかなシナリオはカフェのマットと、あとダミアンと、あとはさっきのペガ先生かな、あとブライアン。ブライアンとは釣りに行ったりとか、そういう話。他はね、結構ドロドロした恋愛だな。クレイグはね、裸パートがすごい多い。まあ気心の知れた仲だし、ロバートとね、ジョゼフのシナリオはね、すごい性的すぎる。だからね、最初ね、その二人を攻略しちゃったからね、これがずっと続くのかと思ってきつかった。あのきついっていうのは性描写がダメなんじゃなくて恥ずかしい。だからね、その後ダミアンやったら爽やかでね、すごい救われたよ。生臭いところは本当にジョゼフとロバートと、あとクレイグでちょっとあるぐらいかな。そんなこと言ってるけどね、アマンダね、ノアのこと好きだからね。本当に友達だったらさ、別に無気になって友達だもんとかって言わなくていいから。いや友達だよってなるだけだから。だからね、子育てパート楽しいと思える人だったらすごい楽しめると思う。子供可愛いから。こんなゲームでした。おすすめ。おすすめだけど、いやあのね、なんていうの？プレイヤー自分とあのゲーム内の NPC の恋愛ってさ、なんか苦手。本当に。なんか恥ずかしくない？逆にあの画面の向こうのね、わかるでしょ、あの画面の向こうの裸の男の尻を叩くとかは
全然恥ずかしくないし、もっとやらせろってのあるんだけど、うん、なんかね、好きなのなんのってなると、あ、はいってなる、恥ずかしくなっちゃうね。だから洋芸ってロマンス要素あるじゃん、あれとかさ結構困る。どうする？テス6でさ、すごいロマンス要素入ってきたらどうする？恥ずかしい。困る。アマンダかわいい。アマンダだね。焦るのは全然平気、いい子だし、あの率直に喋ってくれるじゃない。だからあん、なんて言うんだろう、恋愛っていうよりさ友情だよね、セラーナとは。あ、そっか、恥ずかしくないんだ。私恥ずかしい。なんかね、甘いセリフをこう画面の向こうの NPC が言うのが結構もうきつい。アマンダはね、すごい可愛くていいよ。で、アマンダとのやりとりが面白いのと、アマンダが他の家の子供たちと遊んだりするのとかもね、すごい妹っぽくて可愛い、めっちゃ可愛い、うん、カニバルボンバーで。あ、ダミアン出てくる。ダミアンかわいい。あ、ダミアンね、うん、ダットブック Facebook のね、自己紹介がね、ちょっと日本語だと意味がかけ離れてるとこがある。そうだね、ヴァンパイア、ゴスファッションだよね。ビクトリア朝がこだわりなんだって。うん、ダミアン超いい人だよ。これね、あの配信をね見たんだ、あのいろんな人の。やっぱりね、あの割とみんなキャーってなってたね、あのデートの回数進んでいくとね、わかるって感じだよ。でもね、シナリオいいんだよね。男の子がいる人が3人、他はみんな女の子かな。なんだろう、あんまりこう誰もあの性的な関係を非難したりしないから、
そういうのは全然ないんだけど、うん、ジョゼフとロバートのシナリオはヘビーな方ね。うん、あとクレイブだな。他は爽やかですね。だからまあそんなにあのゲイとしての生活をシミュレーションするっていう雰囲気は全然ないかな。バーベキュー。怪しい人の家。もう2時間経ってるね。うん、シークレット面白かったね。こういう感じで進めていくとアマンダのシナリオがある程度進んでって、そうだな、4人ぐらい攻略するとね、あとデートするだけになる。クレーマーって言われてるダミアン。うん、とりあえずハンバーガー食べて終わりにしよう。すっごいダジャレ、みんながダジャレを言っていく。ロバートまで。ヤエメンタール、これなんて言ってんだろう、後で調べよう。本当にね、本当にどんな偶然だよってなるよね。まあ偶然じゃなかったっていうシークレットシナリオを見ました。確かにあの雰囲気がそぐわないからボツにしたっていうのちょっとわかるかも。うん、怖かったしね、ジョゼフが怪しすぎたし。うん、そういうわけで全員といい仲になれるゲームでした。そんじゃ。